たちにいい思い出あげたかなみたいな感じ。いやー、カエルさんが悪いんじゃねえだから。うん、ありけんクラスに一人はいそうなデブチャンネル。人権を本当に、ね、ちょっと俺トイレ行ってきます。ちょっとそれはあるな。あ、待って、俺カーメン食いたかった。やらかし、やらかしだね。やらかしてんね。やらかし、まごめん、言葉を決めてから言うわ。俺ハイロさんとなんか多分このサバの中で一番まともに付き合ってる気がする。なんか付き合うってそういうのじゃなくて、間違いない、なんか友達として、なんかおもちゃとしてじゃなくて。友達なんですか？え、友達じゃないんですか？え、ハイロちゃん、俺らは友達じゃん。はい、仲良くしてたでしょ。まあ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 、え、みんな友達だよ。まあ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 、おい、あ、ペラちゃんもでもさ、私のことおもちゃにしてない？私のことネタにするじゃん。バカにするでしょ。してしてないよ。してない。電源オフになった今。ドバ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 だよそれ。やめてくれ。ハイロさんがおもちゃにしてるから、まあ別にハイロさんまんざらでもなさそうな顔してるしな。いや、ハイロちゃんね、まんざらじゃないよ絶対。なんだろうね、そうなの、あの子たちにいい思い出あげたかなみたいな感じ。いや、ハイロさんが悪いんじゃねえだから。私が悪いの、おもちゃ。あ、うまいやった。ハイロさんが悪い。どうなんだろう、私知らない。めっちゃ悪い気がする。私か、なんじゃなくて私だったか。悪いんじゃないの、騙したら悪いな。え、アリケンさんどこで漁ってんのこの人。あ、そういうことじゃない。何さ、黙って戻ってきてんのこいつ。やばくない？え、どういうことだと思ったんですか？逆に、あれ、なんでアリケンここにいんの。いや、アリケン、ちゃうちゃう、アリケン絶対動いてるもんだってこいつ。うわ、やられた。あれ、アリケンは、アリケン、アリケンいるんだって。アリケンは喋ってないんだけど、絶対あれやで、ニヤニヤしてるで今。すごいニヤニヤしてる。絶対ニヤニヤしてるもん。なん、どうしたな、こんだけニヤニヤして。すごいぞ、気持ちが悪いぞ。さん、これどうするのこれ。見たい。めっちゃ笑ってんじゃん。何してるの、あいつ。ミュートしてるこれ。マイク。やば。っていうこと。やばいもん。一人で笑って何が面白いの。だめ。ミュートにしてると思うよ。だから今はすげえ悪口言えるよ。アリケンさんいないから言うんだけどさ。ミュートにもしてる。あいつ、うん、デブ、デブ。でもリアルなこと言うと、あー、でも、あの、一生女できねえよ。あれは。首元にイボがあった。なんか彼女、それを覚えてる。できましたみたいなツイートしてたじゃないですか。かわいいイボがあった。あ、なんか彼女できましたって言ってたときなんか、完全に裏パルの介護官。あ、それはある。ちょっと意識してんのかな、裏パル。表パル、表パル。何？表パル。おもパル？あるパル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 。いや、ルぐらいまで、ルぐらいしかないよ多分戦闘力的には。ああ本当にパパパピピーぐらい。ピーピー、うん、ピーぐらいだね。ダメだこの試合は。なんか流れ星流れなかった、あれけど。流れてた。流れ星って曲なかったっけ。キラキラ光る童話系じゃなくて、キラキラ星では。そうだわ、うん。アリケンな、アリケン頭磨いてるよね絶対。タオルでキュッ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 って。いや、ヤスリだね。やってるね。うん、粗めの、粗めのやつ削ってんな。赤吸ってんのかな、赤吸って。500万ぐらいの粗いやつ。でも皮膚強そうだもんね。うん、確かに。アリケンでも張り、まあ、あの日張り切ってたと思う、いろいろと。あの日っていつ、あの、あのフェス、なんか財布から20万持ってきてた時笑った。そう、めっちゃ入ってた。そう、ピン札20枚。いくら使った？全然使ってないですよ多分。なんかタクシー代ぐらいですよ多分。全然使ってない。終わりに。タクシー代と俺のリズクの牛丼代。
真似してたもんだって。あいつ免許証なくしかけてんの笑ったな。なんでなんか地味に落ちたんだよな。誰あれね、あれね、あ居酒屋でね。だからそういうとこでしょ。そういうのパーカーもなくなったの。頭悪いのかと思ったもん。免許証なくすって何。なんかキャプテンが免許証をね見せて、海軍、海軍アメリカのこうなってるんだみたいな。ワシントン州のワシントン州の免許証なんだよっつって、とアリケンの見せて、キャプテンだ。で俺それ高木に渡したの、ちゃんとそれ覚えてんだよ。で高木は手元でチラチラ見えてたのね。であれ免許証シューティングスター来てね。ね、星、あ、星飛んでる？免許証はとか、なんか星飛んでるよね。星飛んでるね。これ包帯ランチャー。それなんだよ。結局、自分の管理能力の甘さなんだよね。パーカーなくなったのも。しかも足元にあったからね、結局。落ちてたっていう。だから腹で見れないんだよ、下が。足元、東大元グラスで。ああ、そういうことね。視覚が、普通の人ができないところに視覚できちゃうからな。視野角狭いの視野角やばいよな、確かに。飛ぶ50ぐらい。多分足元見えてない。でもそうそう、でも進化するよねその場合、人間が。だからアリケン目がめちゃくちゃ前に出てきた。 お腹にもできたい、うん、4つ目の目が。そうね、腹にできたら多分カバーできるね。アリケン早く、アリケンさん死んで、うん、戻るタイミング失ってるよ。分かってないもん。うん、しっかり戦ってるもん。しっかり戦ってる。今日の昼間のワンチャン勝つぞみたいな顔してるよ絶対。今日の昼間のなんか彼女ができましたの、オチ探してる時こんな顔してたんだろうね。なんか来た、流れ星の元凶来た。流れ星、星の王子様、やっぼ。サンクチジペリアリケンに彼女はできるのかな。できてほしいな。どんな感じ。俺の方が先じゃない、ね、いやどうだろう、コンさん優しすぎるからね。俺も人生で一回もないよ。優しすぎてるからな、ボンさん。ない俺。確かに。だってさ、もうリスナーじゃん。リスナー？うん。もうリスナーしかないの。いや、いいじゃん、リスナーじゃっても。なんか、リスナーやっても俺は何も思わない、ボンさんが。GG ブロ。そうなの。だから、なんか、その有名な YouTuber さんとかは、うん、彼女できましたっていうのは危ないけど、俺が別にできたらみんな祝ってくれそうだよねっていう。はぁ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 。あ、アリケンは？今戻りました。あ、死んでる。あ、ちょっとごめん、うんこしました、ごめんなさい。あれ、コンさん、ロビーで準備中。ロビーで準備した。うんこしてたの？あ、うんこ、はぁはぁ。うんこが操作してたの、今まで。うんこが操作してました。あぁ、じゃあ変わんないじゃん、いつも。じゃあ、しょうがない。いつも大体一緒じゃん。一回ロビー戻んない？みんな雑談してほしい、俺が。お湯入れてる間に。一言だけ言っていいですか？うん。あの、免許証にくだりあったじゃないですか。あれ俺がなくしたんじゃなくて、見せてってキャプテンに言われて、キャプテン見せたら下にあの捨てられてました。違う、何だってそれ。いや出た、また冤罪だ、絶対。で本当にどこにあるどこにあるってやったら、マジ下に落ちててみんなに踏まれてました。俺の免許証あれ本当に危なかったよ。本当に危なかった。だって俺そんなやんないもん、俺さ下に投げないもん。だからそれなんだって。だってキャプテンも俺なんかさっきパーカーは俺のせいじゃん。でキャプテン、免許証キャプテンのせいじゃん。誰か絶対真犯人がいるの。高木なんじゃん全部。よもぎさん490円こっちです。でも確かに俺パーカー着た時高木いた気がするもん。何人かいたの。高木人狼、これもしかして。アリケンのパーカーだって持って帰ったんだと思う絶対。高木人狼か。でもパーカーキャプテン着てた気がする俺。着ねえよ人のもの。